お知らせがあります。5月25日日曜日皆様に木村です。どうもみーちゃんです。どうも後藤貴博です。3人合わせてみみ食堂です。はい、ということで今日は皆様にね、はい、お知らせがございます。お知らせがございます、はい、なんと僕たちサーキットイベントを開催します。イエーイ。まあ、今までね、あの企画イベントやったり、うん、ワンマンライブやったりはありましたけど、はいはい、サーキットイベントを開催する、うん、初めてやね、人生で初めてやわ。人生で初めてですね、ほんまに、うん、ですね。なんとそしてこのイベントですね、あのスペースドッグセカンドですね、はい、この動画を撮ってる場所もそうなんですけど、うん、毎月ミミミの実をね、はい、開催してる場所でもあるんですね、うん、で、よう考えたらまだこのスペースドッグセカンドオープンしてないなってなって確かに、もうだ確かに、ね、場所としては知ってもらってるけど、はい、うん、何のお店か多分みんな知らんもんね。そうなんです、何のお店か知らん、うん、ライブしてる場所かなぐらいの感覚だったと思うんですけど、うん、なんとこの店ちゃんとオープンします、はい、はい、オープンします。で、オープンするし、なんと僕たちみみみ食堂も4周年、うん、あ4周年です。9月でね、9月で4周年なんでね、うん、そのどちらのおめでたいも掛け合わせまして、はい、今回サーキットイベントしますということで、はい、そしてなんと、え、そうなんですか、え、無料です。あー、すごい、これはすごいよ、すごい、無料や、入場だからもうあれやもんな、ちょっと散歩する感覚でいけるもんね。散歩する感覚で来れるし、まあ、ただほど怖いもんないということで何が怖いかと言いますと、はい、赤字です。っていうのも、まあ、はい、このスペースドッグセカンドのことを、うん、まあ、みんなに知ってほしいっていうのがありまして、お前ね、一番来やすい値段にしました。一番来やすい、これ以下ないもん。お金次配らなきゃいけない。これより。一番来やすい値段にして、うん、そう、そして出演者も、うん、めちゃくちゃいい人たちを集めて。ほんまに、ほんまに。そうなんですよ。もう本当にいい人ばっかなんで、うん、それを見てほしい。なんか CD も買ってほしい。うんうん、っていうのでもう無料、うん、僕らも水に切ってやろうっていうことになりましたので、はい、皆さんどうぞよろしくお願いしま す, お, します。お無料の分ね、使えるところがいっぱいありますから、ね、はい、そうなんですよ、その番号してもろって。そして一番大事な、はい、誰が出るのってとこですね。そうですよね、みんな気になってるよね、気になると思いますので、はい、出演者発表したいと思います。総勢25組。うー、すごい、ドゥルルルルルルドゥン、ミミショット、いやー、それは出たいですね。僕ら出ます。そしてこのスペースドッグセカンドを一緒に、うん、あの経営というか一緒に切り盛りしてる藤本由紀さん、先輩、寺山龍さん、先輩ですね、はい、ここからはあいうえお順に行きたいと思います。はい、足が、以上25組が選しますので、なんかさ、もうめちゃくちゃ好きな人ばっかりやんか、うん、好きな人ばっかりやし、これから仲良くなりたいなっていう人とかもさ、うん、いっぱいいて盛りだくさんです、ほんまに。いや、もうサーキットなんで、うん、同時にライブかぶったりするじゃないですか。そうやな、見れないのが悲しいですね、ほんまやな、なんか、うん、どうしたらいいの、そういう時。キックボード持つしかないですキックボードで間に合うやったらダッシュするよ、キックボードでそんなダッシュするけどね、あのこうね、一曲聴いてこっち行くとか。でもサーキットってさ、その、うん、あ、そう、自分が前日にさ、これとこれと行ってみたいな、うん、組むのも楽しいよな。そうなんです、自分のタイムスケジュールをね、組めるのも楽しいですけど ね。そして会場はですね、はい、まあ、先ほども言いましたスペースドッグセカンドと、はい、ライブハウス108、うん、で、こちらアコースティックステージも含めて2ステージあります。2ステージ、すごい、はい、そしてちょっと離れまして、鬼味噌田島屋、ガガガスペシャルのドラムの田島さんがやってる、おー、すごい、はい、めちゃくちゃいい感じのバーでございますので、はい、この4ステージ、まあ、3会場4ステージでやらせていただきます、はいはい、ありがとうございます。はい、もうね、もうぜひお越しくださいということで、もうこれしか言いようがないですけども、はい、またね、なんかいろんな詳細をね、うん、あの、はい、イベントに向けて告知していくと思うので、追加発表あります、はい、全部僕たちのタイミングで晒していこうと思ってますんであー、ムーキーチャンネルや、皆さんよろしくお願いします。ムーキーやで、このイベントで誰かがもう金輪際ライブできなくなりますそういう情報僕持ってます持つなよ情報ない。で、これ見てるお前、分かってるよな、怖っ、
俺に謝らなこんことあったらすぐ言いに来いよ。うわ、誰が連絡してくんやろ。よちゃん、じゃあ最後に、まあ、このあイベント名言ったっけ。あ、イベント名言ってないよ。みんな気になってるんやろな。そうですね、イベント名ね、オープニングでも後藤くんが言ってくれてましたけども、はい、風立つかもめ献立2022でございます。朝日の献立。風立つかもめ朝日の献立2022でございます。はい、まあこの風立つもかもめもあの秋の季語でして、まあその秋を知らせるイベントね、いろんなものがありますけど、皆さん届けたらいいなと思って。いい匂いしそうなイベントもやね。はい、ということでね、ぜひともお越しくださいませ。はい、じゃあ最後に後藤くん、じゃあイベントタイトルなんかあのめちゃくちゃバグるんで後藤くん。まあなんか変な感じだったけど、言えてないんじゃん、まだなかなか言えへんのか。いや、もうでも時間経ったし、言える、プログラミングし直せれた。いや、もうだいぶ。じゃあ、後藤くんから最後ね、締めのね、風立つかもめ朝日の献立2022って大きく言ってもらって終わりたいと思います。じゃあ、後藤くん、よろしくお願いします。はい、かかかぜかかかぜぜかかかかかかかたつ。お腹が